こんばんは、7月14日午後7時になりました、第194回しゃべくり松代の時間になりました。今日の松代なんですけども、予想では28度ぐらいでしたかね。なんか午前中雨降ったりね、止んだりで、今日は涼しかったですよね、というようなことなんですけれども、私で、ね、今日時間あったんでね、夕刊バッチリ見てきたんですよ。したらね、3ページですかね、あれはもう本当にサッカー一色だったですね。一面にね、なんかこう気になったのがね、あれ普通新聞って一人の隊員まで書きますかね、ここにね、ちょっとメモってきたんですけどね、リオデジャネイロの競技場に74,738人の観衆って書いてある。こんな8人なんてあるんですかね。まあいいですね、いいですけどもね、なんかこうちょっと気になったんですけどね、というようなことですね。今日はいつもの通り生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけれども、松代地区社会福祉協議会の副会長の中澤典子さん、よろしくお願いいたします。そして、スタッフの、茂田千恵子さん、はい、よろしくお願いします。同じくスタッフの北村玲子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。暑いのにね、よくおいでいただきました。ありがとうございます。というようなことですね。早速ねお話を伺いたいんですけれども、ところでね、社会福祉協議会ってどこにあるんですか。松代支所の1階に一部屋だけ曲がりさせていただいているわけです。曲がり、はい、借家住まい。そうなんです。肩身が狭いけど顔はでかいってやつですか。すいません。それね、私が言うのにね、そんなお笑いね、先に出ちゃったら私負けてます今日ね。はい、わかりました。社会福祉協議会ってどんなところなんですか。はい、松代地区住民自治協議会の中に福祉健康部会というのがございまして、その中の一組織として松代地区社会福祉協議会というのが属してます。ただ地域福祉に関して単独で事業展開をさせていただいてます。はい、そうなんですか。普通社協社協って略して言うんですか。はい、そうです。社会福祉協議会の社と協力の協で社協と通称で呼ばれてます。で、これってどんなような組織なんですか。これですか。はい、はい、松代は山に阻まれ、川に阻まれたこの小学校6地域に分かれてまして、この地域から各地域から副会長さん、役員さんが選出されて、いけない、違う、これかな、この次かな、はい、こうか、逆かな、すいません、これですね、はい、はいはい、民事協の会長さん、区長会長さんを含めて制服会って言って、はい、この中で主な事業が展開されています。そうなんですか。で、これはボランティアセンターっていうんですか。普通の、
はい、社会福祉協議会っていうととても固くて、うん、とっつきにくいということで、うん、松代ボランティアセンターっていうふうに、呼ばせていただいております。でボランティアをしたい人、うん、そしてボランティアを求めている方、うん、もしくはどこに相談していいかわからないっていうような人たちが気軽に立ち寄れるような場所としてボランティアセンターがあります。これ昔からあったんですか？たどっていけば昭和62年から、うん、昔だね結構、はい、当時はまだね一人コーディネーターさんが一人しかいなくて、うん、その後事務局が一人増え、うん、そして地域福祉ワーカーが一人増えということで、うん、現在3人体制になりました。おそうなんですか。ちょっとここボランティアセンター落としてもらっていいですか？ボランティアセンター落としてもらっていいですか？あこんな感じでねだいぶこう年を追ってこうだいぶ発展してきたんですね。そうですね、はあ、よくわかりました。それで具体的にはどんなようなあれなんですか？具体的な活動とすれば、はい、はい、社協の事業費の約3分の1っていう大きな予算を組んでやってるのが地域助け合い事業、うんはい、病院への送迎をね、うん、やっております。お、はい、あ病院の他にはどっかあるんですか？あとは公の施設はいいんですか？公の施設は、はい、観光庁も OK ですね。うんあそう、はい、じゃあ観光庁と病院と、はい、そんな形で普通の人は 乗っちゃいけないんですか？健康な人は乗りませんね。ああ健康な人は乗っちゃいけない。乗りません、はい、わかりました、はい、その次はどんな事業ですか？はい、はい、で大型事業の一つ、うん、福祉バザーというのがありまして、うん、地域の方々から寄贈品をいただいて、うん、その売り上げを福祉自動車や、うん、畜社協の事業、うん、そして地域で活動している福祉活動している団体への助成金なんかに使われています。ちなみに昨年は、ええ8000点ちょっとという寄贈品の点数があって、で売上も110万という大きな、ね、売上を、すごい売上なんですね、はい、これってもしかしたら各家庭にバザー品出せって毎日作るじゃないですか？そうです。あれですか？はい、今年もよろしくお願いしますはい、分かりました、はい、で今さっき何点って言いました？何点ぐらい？8442点ですね昨年は。結構集まるんですね、はい、皆さんの善意で集まっているんですね。本当にありがたいことです。はい、分かりました、はい、あと他にはどんな活動をされてるんですか？はい、地域の方が地域福祉に対して関心を持っていただけるように、うん、講演会であったり地域で福祉活動をして8年以上とか10年とか長年携わっている方々の表彰、うん、そして各小学校で福祉活動をしている発表の場として使わせていただいてます。おそうなんですか。あそうですか、はい、でこれが次がこの場所なんですね、はい、で、はいはい、地域福祉、福祉懇談会ということで、うんうん、各これも6地域で順番に行っているんですが、うん、各地域での活躍しているいろんな団体の役員さんたち、うん、そして地域の方々に参加していただいて、うん、地域の課題について皆さん真剣なお話をしていただく場として年に1回設けさせていただいてます、うん、地域の方がもっとたくさん、ね、参加していただけると嬉しいなと思います、うん、地域の方がちょっと少ないんだな、はい、参加者がね、うん、なるほどね、そこが悩みの種だと。そうなんです。わかりました。でところで何か今月なんか素晴らしい企画があるそうなんですが、何をやるんですか？今年度初の事業で、うん、婚活セミナーというものを行います、うん、婚活セミナーといっても当人ではなくて親御さんのセミナーです。7月26日が、講演会と今時の婚活事業を学ぶ、うん、8月30日が講演会と親同士のお見合いとなっております。うん、なるほどでこのいやこのね企画をするきっかけっていうのは何なんですか？はい、何かあったんですか？はい、実は私昨年度から社協の副会長というお役をいただきまして、はい、こう目を向けてみますと地域の中で昼間独居の方って割と
年配の親御さんと息子さんとか娘さん の、 あの2人暮らしの家庭が多いんですね。で昼間は若い方たちはお勤めに行っちゃいますから、お年寄りだけがお家でお留守番をしているという感じなんですね。で、まあ、そういうお宅のところをお尋ねしてみると、あのよく聞かれることが、あの今はまだ私もあの元気でいるからいいけど、もし私が先行ってしまったら息子や娘がね一人残されちゃってどうするんだろうって寂しい思いをしなければならないっていうことをよく言われるんです。中澤さん、ぜひおらちの嫁さん探してくれとか、うん、お婿さん探してくれなんていうそんなお話があるんですよね、うん、ですからやっぱりみんなが幸せになるためには幸せな結婚をしていただきたいなと思うんですよね。実は私も個人的なことなんですけれども、今年で50年になるんですね、結婚して。で実は2年前に主人を亡くしまして、はい、まあ、それは寂しい悲しいということはいろいろありましたけれども、でもその50年の48年の愛さんのいろいろ主人との思い出の積み重ねがありますので、その思いだけでもなんとかこう自分を支えて生きていかれるんですね。ですから本当に結婚は素晴らしいと思うんですよ。ですから今の若い方たちにぜひぜひ幸せな結婚をしていただきたいと願っているんです。ああ、そうですか、素晴らしいですね。そうなんですか。でこの講演会されるんですけども、この先生っていうのはどんな先生なんですか？市民新聞に以前よりコラムを書いておりまして、白馬の王子様や尊敬できる人との結婚よりも、自分らしくいられる人と結婚することが本当の幸せなんだよなんて、こう歯に衣着せぬ記事を書いている先生で、とてもいいあったかい記事を書く先生だなって私が思っておりまして、そこで直接先生に打診しまして、そうしましたら快く引き受けてくださって、この親御さんを対象にということで今回、婚活事業をすることになりました。そうなんですか。なんか先週もなんかやったみたいですよ、はい、そこら中でやってらっしゃるんですね。そうなんです。有名なね、本当に引っ張りだこの若い結婚センターの、センター長をしている若い先生でして、先週も神山田文化センターの方で講演会をして、100人近い方たちがなんかお見えになって、とてもいい講演会だったということで聞いております。はい。で私たち の、 結婚セミナーの日程なんですけれども、7月の26日と8月30日の2日間で、申し込みは松代ボランティアセンター 278-9580 の方へお願いいたします。278-9580 です。9580、はい、お待ちしております。こちらの方が直接申し込み、ね、はい、はい、わかりました。でもこの親の婚活セミナーって珍しいですよね。あまりないですよね。そうですね。先生がおっしゃるにはね、結婚させるまでが子育てですっていうことで、そこで親御さんを対象にということになったんです。結婚されま、させるまでが親の責任ってことかね、はい、え先生のお言葉です。あ、そうですか。はい、あ、ちょっと今ちょっと耳が痛いな。そうなんですか。はい、わかりました。ところで中澤さん、はい、なんかいいお話があるみたいじゃないですか。そうですね、私はちょうど水上山の裏側の瀬関という地区に住んでるんですけれども、50年前に嫁ぎました時は、親たちはあんな山行ってお百姓でどうするんだろうと非常に心配してくれたんですけれども、そんなことは全然本人はもうルンルンで嫁いでまいりました。それで、大変なこともありましたけれども、一番素晴らしいのは冬 の、 早朝に主人と犬を連れて毎朝散歩するんですけど、その時に見たアルプス連峰の素晴らしいこと、もうそれでもう全ての苦労とかいろいろがすっ飛んでしまうんですね。ですから4月には杏の花見もありますし、山といってもとてもウグイスの声とか、格好とかいろいろの鳥の鳴き声も素晴らしいです、ぜひ松代へおいでいただきたいと思います。大勢の方に。私松代住んでるんですよ。あ、そうですか、山の方に行けってことかな、はい、山も素晴らしいということです。
あそこも本当に景色ね、素晴らしいです、いいですよね、はい、この平ら一望できるもんね、はい、あそうですか、あそこに住んでるとこういうね素晴らしい方あるんですね、ありがとうございます。じゃあ私もあそこに住もうかな。ということで何か他にもなんかもうちょっとなんかあるんですか、あの活動が、活動も、はい、他にもいろんな活動やってらっしゃるんですか、はい、社協の方では、うん、ボランティアのきっかけ作りであったり、うんうん、ボランティアを要請したり、うん、でいろんな相談委員さんに来ていただいて、うん、相談事業をやったりと、うん、いろんな事業をやらせていただいてます、うん、で福祉っていうのはとても目に見えにくいのでね、社協って何やってるのっていうふうに思う方がすごく多いんですけれども、うん、地道なこういった事業をやって活動しているんです、うん、ああそうですか、素晴らしいですね、いやもうねいろいろねお話伺いたいんですけども時間もなくなってしまったんですけども、最後に一言だけなんかお伺いしていいですか、はい、松代ボランティアセンターには、ね、町の縁側の一つとして、はい、座り心地のいいソファーとお茶を用意しております、はいはい、誰でもくつろげる場所っていうことで地域の方がアットホームカフェと名前をつけてくれました、はい、ぜひどなたでも結構ですのでお寄りください。ああそうですか、それはボランティアセンターの中にあるんですか。はい、そうなんです。ああそうなんですか、はい、それいつでもいいんですか。いつでも昼間の時間帯で、平日の昼間の時間帯で、はい、あ9時ぐらいから4時、はい、4時ぐらいまで、4時ぐらい、はい、9時ぐらい、10時から4時までで、10時から4時までで、はい、そうなんですか、お願いいたします。どなたもねおいでいただいていいってことで、はい、わ、はい、かりました。皆さんぜひねボランティアセンターの方にねおいでください、はい、ね、ということで今日は、ね、本当にお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。あ、小黒さんでした。いやいやいや、ありがとうございました。どうもどうも、来週の予定予定の前に予告、はい、予告じゃない、違う、違う、ごめん、間違えちゃった、予告の前にお知らせ、はいはい、はいはいはい、そういうことで、はいはい、7月の26日ね、はい、カチューシャの歌っていう子たちでね、これ25周年記念ということで お祭りやりますね、真っ白町で、はい、文化ホールで行いますね、はい、まあ、これ予約みたいなことはあるみたいですが、こちらで予約取れるんですか。いや、直接申し込んでいただく文化ホール商工、商工会議所、あ、商工会議所、はい、そういうのことで、はい、まだ余裕あるみたいですので、はい、わかります、はい、それとね、はい、もう一つ、8月3日から、樋口家住宅、はい、はい、これでもって紙芝居で巡るということで、はい、あ、樋口家住宅じゃなくて間違えちゃった。松代城へ集まっていただいて、ね、それからはい、わ、はいはい、かりました、はい、ちょっと焦っちゃったね、まあ、ちょっと焦っちゃったね、はい、真っ白城から小山田家ね、はい、大石美容師、これ風形で一応回ります、はい、りました、これ夢空間がやりますんで、あ、そうですか、はい、じゃあそういうことで申し込みは夢空間の方、あ、そうです、はい、わかりました、はい、まあ、直接当日来ていただければ OK です、はい、申し込みいらない、はい、いらないです、あ、いらない、はい、あ、そうですか、会費500円、あ、会費500円、ね、はい、そんなことでよろしくお願いします。で、三田さん、引き続いて来週引き続いて予定、はいはい、予告、はいはい、引き続いて宮坂さんということでね、また私だ、うん、そういうことです。あららら、うん、何やんの。ね、これです、読んでますね、そう、サラダ勝ち時き太鼓の活動、そう、ね、ということで、はい、貝沼さんすごく上手だし、そうですよ、世界行ってるんですよ、あ、そうなんです、そういう話も聞いて、私負けますね、そう、はい、うん、じゃあそんな形、そうですね、じゃあ来週私負ける話やりましょうね、まあ、そういうことやるの、うん、負けるね、あのバチカなんかで叩かれちゃったし、いいね、いいね、はい、じゃあ楽しみにしてますね、はい、じゃあ来週は太鼓のバチで私が叩かれるという、ね、うん、放送を、うん、ぜひお楽しみに、はい、よろしくお願いします。それそれそれくり松代、また見てね。